こんにちは、ダンスジャルダンの中井真一です。ダンスビューで連載中のアルナス・カチューシャの科学的分析をお読みいただき誠にありがとうございます。多くの方々のご要望に応じて動画・モーションキャプチャーを使いながら説明してまいります。どうぞお楽しみください。アルナスのワルツ・ナチュラルターン足型編に続いて今回は2回目、ナチュラルターンのボディアクション編です。ライズ&フォールに注目してもう一度見ていきましょう。カウント1まで16を利用しゆったりとロアしていきます。カウント1からカウント2まではゆったりとライズしていきます。これは足、膝、股関節を利用した自然なライズです。カウント2からはボディアクションを用いた急激なライズがスタートします。続いてアルナスのローテーションを見ていきましょう。ゆったりと左へのワインドアップから始まります。この結果予備歩左足は左へターンアウトすることになります。続いてカウント3直前から右ショルダーを主体とした右へのローテーション CVM の前半がスタートします。これによりカウント1右足着地は右へターンアウトします。カウント1後半からは左サイドのローテーション CVM の後半が主になっています。この CVM は回転運動というよりはむしろ左ボディをまっすぐ引っ張っていく役割を担っています。この結果左足は壁斜めに向かってまっすぐ進んでいます。ここからがアルナスのナチュラルターンのハイライトになります。ナチュラルターンの2歩目、左足は滑るようにまっすぐ壁斜めに進んでいきます。左足着地と同時に左足は右へ8分の3回転、右足は大きく右へ回転し両足が大きなハの字に開いています。これは足の力で踊っているからではありません。カウント2、左足着地まで左ショルダーの右方向へのローテーション CBM の後半が続きます。左足着地の瞬間、左サイドをストレッチします。このボディアクションにより右への急回転と急速なライズが起こるのです。いかがでしたか。アルナス・カチューシャの美しくダイナミックな踊りの秘密の一端が分かったような気がしましたね。詳細はダンスビュー2018年10月号をご覧ください。